天使のモーニングコール、今月発刊された幸福の科学の最新刊、2022年の法シリーズ、メシアの法。先週に引き続き今週もクローズアップします。メシアの法第2章は、今メシアが語るべきこと、なすべきこととあります。メシアとは救世主のこと。ある一定の地域や民族を守る民族神とは違い、救世主は人類史の転換点に生まれては、地球規模で人類を導いてこられた存在。その地球神の目には、この時代はどのように見えているのでしょうか。20世紀1900年代は第一次第二次世界大戦が勃発。ロシア革命や共産主義革命と世界中で価値観の対立が起き、まさに戦争の世紀とも呼べる時代でした。決して使うことは許されない原子爆弾が広島と長崎に投下され、人類はその是非を今も問われています。メシアの法にはこんな一節があります。西暦2000年の立場から見て、20世紀はどういう世紀であり、もしそれをやり直すとしたら、どこで何をどうやり直すべきだったか。歴史にイフはない、歴史にもしもなんてないと言いますが、もし未来を知っている私たちが1900年代にタイムスリップをして歴史の選択をやり直すとしたら、どんな決断が必要でしょうか。過去、現在、未来を見通すメシアの目は、この章を貫く視点にもなっています。今触れた広島長崎の原爆は、やはり地球の重大な転換点になったようです。メシアの法には、原爆が使われたことによって宇宙からの本格介入が始まったとも説かれています。書籍信仰の進め講義にはさらに詳しく述べられています。宇宙協定というか宇宙憲章のようなものがあり、ある星の文明に介入してその進化に手を加えてはならないという規定があります。宇宙人たちは一応この規則にのっとっているので、いろいろな調査に来たり、ちょっかいを出しに来たりはしても、根本的な部分への干渉はできないことになっています。どの星から来ている人たちであっても、このルールは守っています。ただし、これには例外規定があって、その星の人々が戦争などを起こし、自らの手で文明を滅ぼすような事態になった場合には、一定の範囲で介入してよいという条項が入っています。にわかには信じられないという方もいらっしゃるかもしれませんが、原爆投下の2年後1947年に起きたロズウェル事件をご存知でしょうか。ニューメキシコ州に円盤が墜落して、
その機体と乗っていた宇宙人が回収されたと言われています。それ以降 UFO の目撃情報が多発するようになりました。今年に入ってアメリカの国防総省が UFO の情報を公表し、話題になったのはご存知の方も多いと思います。国防総省では地球外のものだという可能性を排除していないと言います。日本は UFO に関して後進国かもしれませんが、世界は今宇宙時代の到来に向けて真剣に準備を進めています。無数に散らばる星々の中で生命が宿り、メシアが降臨するこの地球は今後どのようになっていくのか、宇宙からも注目の的なのでしょう。そんな人類史の転換点にある地球、歴史の if を考えてみても、過去の選択の過ちは修正できませんが、未来の選択はこれからです。メシアの法にはこうあります。西暦2100年の立場で21世紀を振り返ってみて、何がどういうふうになりそうであって、それをいじることができたのかどうか。2100年の未来から今を見たときに何が問題なのか、本章では歴史の選択の誤りの一つとして共産主義国を増長させたことも挙げています。今世界は民主主義対独裁型専制主義という構図の中で、どちらの考えが21世紀の主導権を握るのかの戦いが行われています。この未来の選択を誤った時、世界はどうなってしまうのでしょうか。もし2100年の未来が投資でき、現代のメシアが地球への指針を語るとしたら何を語るのか、そんなことに思いを馳せながら大川隆法総裁の説法をお聞きください。そうした共産主義の精神を輸出して世界を一元管理しようとする動きがございます。これに対して、アメリカ、イギリス、ドイツや、フランスや、オーストラリア、台湾、カナダ、こうした国々は、それをなんとか阻止しようという動きを、見せておりますが、いかんせんリーダーが弱い、リーダーが弱いために意思決定と行動ができるかどうか、それを抑止できずに融和政策に持っていくのではないかという恐れが、ございます。日本も今そのコウモリのような、鳥でも獣でもないという路線で生き延びようとしているけれども、決然と判断しなければいけないものは、是々非々でこれは善だ、これは悪だという判断、これをやめるべきだという判断をしなければいけないと思います。2100年の立場から考えるならば、今やらねばならないことは、例えば、香港という都市が壊滅的になって、それを世界が傍観して放置して何らの反省もない状態でそのまま発展させていくというなら、これは、一つの止めるべきポイントを見逃したということになると思います。香港を守れということです。2番目はその余生を買って台湾もまた一国一制度と勝手に言っているだけですが、これも核戦争するぐらいのリスクを得るよりは捉えた方がいいだろうということで、台湾バナナ、台湾のパイナップル入ってこないぐらいどうでもいいというようなことで、これも放置して見て見ぬふりをしたら、
どうしても先の大戦でヒトラーが順番に国を取っていったのと同じことは起きるということです。幸福の科学から発信している究極の短い善悪の判断やあるべき方向への指針はどうしても世界の各地に届ける必要があると私は思っています。まあそういうふうに努力はしなければいけません。努力することによってもう古い言葉ですが千里の道も一歩からです。一歩一歩進まなければ何も進みません。諦めないでください。現状時であってはならないと思ってください。善が滅び悪が栄えることを喜びとしないでください。そしてこの世の人間が作った科学技術やそういう法制度政治制度だけが尊いなんて思わないでください。そして現代の学問が関東以降要するに学問研究の対象にならないようなものは学問の対象として扱わなかったという態度そのものが未知の領域信仰の領域まで非学問化してこれを市民権なくそうとしている傾向があるということを知っていただきたいと思います。ですからリベラルも行き過ぎたらもう完全にこの世だけの、まあ、人権を守るところが限度になりますけれども神の目から見て、あるべき人類の姿を描かなければならない。お聞きいただいた説法は今メシアが語るべきことなすべきことと題されメシアの法第2章に収められています。これからの未来はこれからの私たちの決断で変わっていく、ひしひしとそう感じています。ぜひ皆さんメシアの法を合わせてお読みください。チベットで何をした、ウイグルで何をした、南モンゴルで何をした、畳みかけてくる歌詞に込められたメシアの強い思いをぜひ世界中の人に届きますよう英語バージョンでお送りします。水の革命 The Water Revolution、 歌はコータさんです。ドーテーコニャンニャン、ドーテーコニャンニャン、ドーテーコニャンニャン、ドーテーコニャンニャン。I now stand up, I now stand up with sacred rage. There are more than 1.4 billion people in China. They are in the midst of the unlucky situation. It's impossible to let them stay as it is, and I'll never overlook a lot of babies from Beijing. What did you do in Tibet? What have you been doing in Uyghur? And what happened in South Mongolia?You are not doing bad things in Hong Kong, and you are assaulted by the people of the world. Now is the time we have in our minds the legend of John Lennon.Like water, the power of the people comes here in pouring, and never abandon bad things of dictators. The ship where bad people bandits are on board, how large it is.
The goddess Lake Dongting will blow and blow strong wind, and at last, drag the ship into the lake. Go Teko Nyam Nyam, Go Teko Nyam Nyam, what kind of America and Europe are never our enemies. We must get together our powers and shall produce Asian peace now. Power to the people, go Teko Nyam Nyam. The water revolution will never end. I have been fighting against this evil spirit for thousands of years, until nearby Dongting Lake we can build the この歌詞も作曲も大川隆法総裁によるものです。大川総裁が日々発信している説法、霊言、リーディング、中でも今日の番組の趣旨の参考になるものとしてこちらがあります。 R.A. ゴールの霊言、コロナ激減の理由と中国の実情、こちらお近くの幸福の科学までお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部庄社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録、高評価もどうぞよろしくお願いいたします。